ファブリコとファブリシオ・アゴストラミレスは、スペイン王国カナリア諸島州ラスパルマス・デグラン、カナリア出身のプロサッカー選手。ポジションは GK。フラム FC 所属。2003年から2年間地元カナリア諸島のチームで、カンテラ時代を過ごした後、2005年にレポルティー・ボラ、コルーニャに入団。2006から07シーズンに B チームで、プロデビュー。 2007から08シーズンにトップチームに昇格。練習中に大乱闘を繰り広げた、ドゥドゥアワットとグスタボ・ムヌアとの激しい、政治系争いが繰り広げられた中での昇格となった中、2008年1月のビジャレアル CF 戦で、プリメーラディビシオン初出場を果たすも、3から4で敗戦。同シーズン終了後にアワットが、RCD マヨルカに移籍するも、チャンスを生かせず、 以降は、あらゆるチームを渡り歩くことになった。2016年7月、トルコスユペルリーグのベシクタシュ JK と契約。2シーズン制 GK を任され、2016から17シーズンの UEFA チャンピオンズリーグにも出場した。2018年7月24日、イングランドプレミアリーグのフラム FC と4年契約を締結した。 2019年9月シーズン終了まで RCD 迷ルかへレンタル移籍。ありがとうございます。